健康を後押ししてくれるこれを飲みましょう。世界で2番目に多く消費される飲み物ってなんだかわかりますか？少し考える時間をあげましょう。お茶と答えた人は大正解です。お茶は水の次に人気のある飲み物です。ですが、どの種類のお茶が健康上良いとして絶えず称賛されているのか知っていますか？緑茶だと思った人、またまた大正解です。緑茶は何千年もの間摂取されてきました。とても美味しくて健康的ですが、カロリーの数値はどうでしょう？答えはゼロなんです。多くの健康上の利点とともに、緑茶は体重を減らす、脂肪を燃やす、新陳代謝を上げるのに役立つと称賛されているんですよ。朝のコーヒーやお昼のソーダを健康を後押しする緑茶に変えるべき8つの理由を見ていきましょう。緑茶を飲む理由をお伝えする前に、チャンネル登録と通知をオンにしておくことをお忘れなく。これで新着動画を誰よりもいち早く見ることができますよ。1番、心臓に良い生活を送る。緑茶を飲むことは循環器疾患のリスクをかなり減らすことが証明されているんですよ。緑茶はカテキンを多く含んでいます。カテキンは強力な抗酸化剤である化合物の一種です。緑茶の持つ健康に効果的な多くの利点は、カテキン、つまり木食脂酸エピガロカテキン、略して EGCG の存在によるものと考えられています。緑茶は果物や野菜、また飲料に含まれる天然の化学物質であるポリフェノールも多く含んでいます。ポリフェノールには強力な抗炎症効果があります。緑茶の抗酸化作用と抗炎症作用が体内で一緒に働き、血圧を下げ、脳卒中や心臓病のリスクを軽減します。2番、新陳代謝を上げ脂肪を燃やす。緑茶に含まれるカテキンは新陳代謝を上げ脂肪を燃やす役割も担っています。運動前に緑茶を飲むと、運動中や運動してすぐ後の休息時間にも脂肪の燃焼量が増えます。アメリカンジャーナルオブクリニカルニュートリションの2008年の研究では、30分間運動した男性12人に緑茶エキスを与えた場合、与えられなかった人よりも 17% 多く脂肪を燃焼したとの結果を報告しています。緑茶エキスは中強度から高強度の運動中に脂肪燃焼を増加させることが示されており、また健康な成人の体糖能を改善することも可能です。激しい運動をする前に緑茶を飲むことは脂肪を燃焼する結果をもたらすでしょう。3番、長生きする。緑茶は健康全般を改善することができるので、自然と生活の質を改善し、年を重ねても元気でいられます。米国医師会雑誌ジャマで発表された2006年の研究では、緑茶の摂取と心疾患を含む全ての原因による死亡率の低下に相関関係があると結論付けました。10年以上にわたり日本人の成人4万人以上を対象に実施された調査では、1日に5杯以上の緑茶を飲んでいる人がより長生きしていることが分かりました。また心臓病や脳卒中の症例も少ないとの結果が出ているそうです。もし家族の中に心疾患を患っている人がいれば、緑茶を飲むことを勧めてみてはどうでしょうか。4番、不安と戦う。不安やストレスを抱えていますか？緑茶は気分を良くしてくれるんですよ。2017年のスイスの研究によると、緑茶は不安を軽減し、精神的健康に力強く前向きな効果があるということを証明しています。緑茶には人間の脳機能を調整するユニークなアミノ酸であるエルテアニンが含まれています。研究者らはそれが不安を減少させることのできる良い効果があるとして研究を重ねています。エルテアニンは鎮静作用があり、眠気を引き起こすことなくストレスを軽減してくれるんです。
またドーパミン値を上げうつ病になるのを防ぎます。今度気分が乗らないときは緑茶を飲んで穏やかな波に浸るのを感じてみましょう。この素晴らしいアミノ酸についてこれからもっとお伝えするので、少しの間エルテアニンを覚えておいてくださいね。5番、体と歯の細菌をやっつける。研究により緑茶は細菌をやっつけることが証明されています。緑茶の主成分には抗感染症があり、インフルエンザ A 型や C 型肝炎のようなウイルスに対抗する抗ウイルス物質として働くことが示されているんです。緑茶はこのように強力な抗ウイルス特性を持っているので、口内衛生にも優れた働きをします。また緑茶の抗ウイルス特性は主にミュータンス連鎖球菌やアシドフュース菌のような微生物によって引き起こされる虫歯のリスクを軽減することにつながります。これら微生物の存在は歯の痛み、感染症、そして歯を失うことさえも引き起こしますが、緑茶はそれらと戦うことができます。緑茶は抗菌剤として口の中でこれら微生物の増殖を抑制し、強くて健康な歯にしてくれるんです。6番、体重を減らす。世界の肥満は1980年からその数は倍増しています。カフェインや緑茶は体重の減少や体重維持のために役立ちます。緑茶が新陳代謝を上げ脂肪の燃焼を助けることができるとなると、減量する際のダイエットプランに取り入れないわけにはいきませんよね。2009年に出版された評論雑誌インターナショナルジャーナルオブオビシティによると、緑茶に含まれるカテキンが体重を減少させ体重維持の手助けをするとのこと。反響は小さかったようですが、確実に前向きなものでした。緑茶の減量効果は通常の紅茶に比べて高容量のカテキンとカフェインを組み合わさない限り小さいと思われます。緑茶自体が体重を減らす大きな利点となることはありませんが、健康的なダイエットや食事と組み合わせることで確実に結果をもたらしてくれるでしょう。7番、脳機能を改善しアルツハイマー病のリスクを下げる。2017年のスイスの研究では、緑茶は認識力を改善し記憶力や注意力に有益であることを明らかにしています。緑茶は興奮剤であるカフェインを含んでいます。カフェインについての研究は数多く、身体的な覚醒、エネルギー値の上昇、長期記憶の整理、そして気分の上昇を助けてくれることが分かっています。そしてエルテアニンを覚えていますか？カフェインとエルテアニンの相互作用は緑茶を脳の働きを高める飲み物にします。2010年の研究では注意力が高まる、疲労軽減、集中力が高まる、そしてタスク切り替え時の精度の向上などが見られました。8番、糖尿病のリスクを下げる。2型糖尿病は最も一般的なタイプの糖尿病です。アメリカの疾病管理センターによると、2900万以上のアメリカ人が2型糖尿病を患っており、成人の 25% はそれについて認識していないのです。研究者たちは緑茶の摂取と糖尿病リスクの軽減との間に相互関係があったかどうかを確認するため、緑茶の効果を糖尿病を患っていない人で検査しました。日本で1万7000人以上を対象にした5年間行われた研究では、緑茶を日頃飲んでいる人は飲んでいない、もしくはあまり飲まない人と比べて2型糖尿病を発症する可能性が低いことが判明したのです。別の研究では、緑茶から発見された EGCG がインスリン感受性を高める可能性があることも発表されました。さらに、一連の対象臨床試験の間、グルコース調整やインスリン感受性に関する緑茶の効果について1133人が検査されました。その結果、緑茶を飲むことにより空腹時血糖値、ヘモグロビン、インスリン濃度を大きく低下させることが分かりました。緑茶を飲む利点は多いので、皆さんももっと飲むようにしましょう。
緑茶を飲むことにはほとんど副作用がないということを覚えておいてください。ですが、もし次の2つの条件に当てはまる場合、緑茶を飲むのは避けた方が良いでしょう。1つ目、抗凝血薬、特にワルファリンを飲んでいる人は緑茶を飲むべきではありません。緑茶にはビタミン K が含まれており、その薬の効き目をなくしてしまいます。2つ目、一般的に言うと緑茶は約 230ml 中 25mg から 29mg の少量のカフェインを含んでいます。約 230ml 中 95mg から 164mg のカフェインを含んでいるブラックコーヒーと比べると、緑茶にはそれほど多くのカフェインは含まれていません。とは言っても、カフェイン感受性の高い人は緑茶の摂取に気をつけた方が良いかもしれません。緑茶に含まれるカフェイン量は原産地、調製法、浸出時間によって随分変わってくるということを覚えておきましょう。ここからはおすすめです。緑茶は粉末、ティーバッグ、歯のままの形のものを購入することができます。健康上の利点のためには、砂糖入りのペットボトルの緑茶は避けるようにしましょう。ブドウ糖果糖液糖や人工甘味料のような甘味料が含まれていないことを必ず確認しましょう。緑茶は健康的で多くの利点を持つ飲み物ですね。さらにホットでもアイスでもいつでもどこでも飲むことができます。次にゲストを招くときは緑茶でおもてなししましょう。緑茶を飲みますか？健康改善は見られますか？緑茶の効果がどれぐらいあるかコメント欄で教えてくださいね。ブライトサイドへのチャンネル登録もお忘れなく。